都から型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。分類上は PM 型、交渉船系は350トン型。1999年ののと半島沖付新船事件において当時配備されていた海上保安庁の巡視船艇では高速活従武装の北朝鮮工作船への対応が困難であることが明らかとなった。このことから海上保安庁は 遠隔操作型 JM6120mm 多重新機関砲による精密射撃能力と30ノット以上の高速力を備えた警備機能強化型の中小型巡視船の整備を計画した。これによって開発された中型巡視船が本型である。やはり、ット半島岐阜新船事件の影響で建造された。 高速特殊警備船が不審船体を任務に特化しているのに対し、本型は東、シナ海及び九州北方海域において外国漁船の監視や不法入国、薬物密輸の取り締まり、海難救助なども行えるよう汎用性を向上する一方で、戦火提言も両立するよう要求された。結果として高速特殊警備船をわずかに上回る程度の戦火に、 収められている。なお、平成20年度計画での戦火は24.5億円であった。戦備側からの戦営設計にあたっては、180トン型 PS、及び高速特殊警備線の設計を土台として検討がなされており、半滑走線形、フレームライン形状は角型とされている。前任の甘み型と比して、幅と上部構造を拡大しており、 センシュブルワークを廃止しつつも優れた両派性を実現している。また船室も、高張力項から警報金に変更された。指揮官は高速ディーゼルエンジンとされており、合計出力は1万5000馬力3機のウォータージェット推進機を駆動する。これは高速特殊警備船と同じ指揮出力であるが、より大型の船型で、同等の速力を確保する必要から、 船体重量の軽減を図っている。警備級南部管理課と装備技術部船舶課によって検討がなされ、3機のウォータージェットの内中央軸の水力変更装置を省くほか、尖閣や機関部、配線、備品類など、あらゆる部分について軽量化がなされた。17番線、国なしり収益の際の公式資料で、速力は35ノット以上とされており、京都新聞が、 越前を取材した、際の報道や毎日新聞社の報道でも、都から型の最大速力は、時速6 4トル以上とされている。なお、中型巡視船としては初めて高渉速力30、ノットを超えたことから、高速航行時の振動は、想定を超える過酷なものとなっており、船橋は、縦揺れが、比較的少ない船体中央部に配され、 体のホールド性に優れたハイバックシートが採用されたほか、船体各所に応力の計測器を設置するなど、180トン型 PS で得られたノウハウが反映されている。主電源としては、ディーゼル発電機2機を搭載しており、通常は1機のみを、出入工事には2機を駆動する。非常用電源としては、劣化判定装置付きのシール型鉛蓄電池をに群を備えている。 主武装としては、高速特殊警備船と同様、選手間板に JM61RFS20mm 多重新基銃の単装マウントを備えている。これは操打室上の赤外線捜索監視装置との連接によって、目標追尾型遠隔操縦機能を備えており、遠距離において精密な射撃を行うことを可能としている。 この RFS 連接の遠隔操作型 20mm 機関砲システムは、一世代前の警備重視型巡視船である、アモミ型ヤビザン型、ミハシ型にもバックフィットされており、本型の建造開始と同年に発生した、九州南西海域工作船事件において、その威力を実証した。操打出場には、RFS の一部となる自動目標追尾、監視機能を備えた、 赤外線捜索監視装置のほか、遠隔監視最小装置も後日装備された。またマスト上には、レーダーのほか、線明判別案式の大月単焦灯が装備されている。上部構造物前端部には、遠隔操作式の高圧放水銃、操打室側面には低線命令等を表示装置を装備している。なお、線尾看板に設置された、搭載低上げ高装置は、本型で、 初めて装備化されたもので、乗員が乗り込んでから数分で複合艇を発進させることができる。平成22年度計画でもさらに2隻の建造が計画されたが、これは実現しなかった。ウミザルシリーズ、リミット・オブ・ラブ・ウミザル・とからが登場。鹿児島後期にて、カーフェリー、クローバー・号が座礁する、海難事故が発生したことを受け、 現場海域へ急行し救助活動にあたる。ザラストメッセージウミザル、菊池と山国が登場。福岡沖にて天然ガス採掘プラントレガリアにドリルシップが衝突する事故が発生したことを受け、現場海域へ急行し救助活動にあたる。ありがとうございます。